はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。はい、皆さん免疫力はお持ちでしょうか？まあ持ってますよね。僕は少ないんですけどもね、持ってなかったら入院してますよね。まあその免疫力についての話なんですけども、まあこう僕みたいなこう骨髄移植した人っていうのはね、免疫力がまあそれなりに戻るのにはね、だいたい2年かかるらしいんですよ。2年。まあ、以前にね、注射の話したと思うんですよ。注射ね。あ、ここか。注射ね。これ手続きだけ見たら怪しいですけど。まあ、予防接種のね、時に話した時にも言ったと思うんですけども、2年経たないと予防接種できへんよっていう話したんですけどね。で、まあ、調査士に書いたからそうなんでしょうけど、まあ、その理由としましてはね、その予防接種っていうのはウイルスなんかな、菌ね、風邪の菌とか、まあ、インフルエンザの予防接種もそうなんですけども、菌を入れるんかな、インフルエンザのウイルスかを体に入れてインフルエンザにかからないようにするっていう風なやつが多分予防接種の定義なんかなって感じやと思うんですけども、間違ってたらごめんなさいね。まあでもそれをするには免疫力がいるというわけなんですよ。まあそのね、免疫力はそのためにあるっていうだけじゃないんですけどね、普段の生活においても免疫力って必要なんですよね。まあまあ例えば旅行とか、まあ、これからやったらね、海や山に行くでしょう、まあ、レジャーですよね。まあ多分この手の話もね、前にしたと思うんですけどね。あ、そう、魚釣りとかね、もそうですよね。ザリガニ釣りとかね、うちの家なんかも子供男の子2人なんで、ザリガニとか好きなんでね、まあ、そういった場合でも、特に僕みたいな人間の場合はね、これ衛生面をね、気をつけないとダメなんです。だから子供とこういった遊びがね、まあ2年はできないんですよね。あの、移植してもうすぐ1年やから、多分今日で305日6日ぐらいかな。なのであと2ヶ月で1年なんで、こうあともう1年いるよ、待たなあかんっていうね、感じなんですけどね。だからまあ合計2年は行かれへんから、まあそのね、2年後にね、ザリガニ釣り行ったらええやんかってまあ思ったんですけども、まあでもその2年経ってね、その時僕が子供にね、よし、2年経ったし、予防接種もしたし、お父さんは強くなったぞ、だから今度学校から帰ってきたらさ、夕方からな、お父さんと一緒にさ、近所の池に行ってザリガニ釣りしようやって言ったところで、もし子供がね、いやいや、YouTube 見てる方がおもろいし、って全然興味示せんかったらどうしようって思うんですよね。そんなやったら僕もチーンですよ、ほんまに。ねえ。まあだからね、まあ、そんな体でも、今のね、今できる遊びを一緒に一生懸命やってるんで、まあそれでいいかな、なんて思ったりします。っていうことにしておきます。はい。ね、以上、今日は以上になります。免疫戻るのは2年かかるよっていう話でした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。